田、杉田、岩竹、佐藤、小倉、三田、中村、村田、室井、新井、そして桜川です。永井健介、キャスパー、ユンカーという11人です。サブのメンバーはご覧の通りです。サブにパトリック、それから山岸がいます。前半が始まりました。まずは長いボールを送り込んでいきました横浜 FC。 引き上げてきて米本、もう一回右サイド、うん、中山、中2人、中山突破した、中山折り返し、ヘディングシュート、長い健介ピタリと合いました。先制は名古屋グランパ。もう一回米本、オフサイドはない、内側入ってきた、うまく前取る、坂倉の折り返し、前がシュート、立て続けに追加点、少し出たいですね横浜 FC は、はい、吉田から右です。鋭いボール、キャスパーユンカー、おー止めた、落として榊原、榊原打ちました、落ち着いたセービング、長い展望、桜川、桜川つないだ、左足シュート、うん、1点返しました横浜 FC。インターセプトから小倉、そのままフィニッシュ、中村不気味でしたがちょっと決まりました。いい上がりもありました中村。ここから逆転を狙いに行くという後半です。1点リードアウェーの名古屋グランパスです。後半がスタートしています。白のユニフォームが名古屋グランパスです。増井のキック、ニアサイド、おっと、お打ってきた、おお、吉田ですか。いや、密集の中でしたがよくコントロールしてフィニッシュまで持ってきました吉田。いや、狭いスペースでしたけどね、よくコントロールしてシュートまで持ってきましたねこれ。足、頭、アクロバティックに、これで、まあ、これアシスト野上になりますかね。野上がつないで最後吉田、うん、そうですね、 1-2 の3で、ちょっと流れた、もったいない、タイムアップです。1-3、名古屋グランパス勝利。